ジェイジェイジェイちゃんのお菓子屋さん。どうもナタリー・ポートマンです。今日は猫でも簡単に作れる超基本のプリン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 の作り方をご紹介するよね。このレシピはいろんなプリンのレシピをチャイが覚えやすいようにアレンジしたものなの。なんとプリン6個も作れちゃうの。作り方はとっても簡単。混ぜて蒸して冷やすだけなの。材料はこの3つ。卵さん3つ、お砂糖さん大さじ3、牛乳さん3カップ。家にありがちなこの3つなら思い立ったらすぐ作れるでしょ。卵を混ぜる。あまり泡立ちすぎないように、とにかくサラサラになるように切るように混ぜ混ぜ。牛乳と砂糖を混ぜる。ごく弱火の火にかけて牛乳に砂糖を溶かしましょう。全部混ぜる。混ぜた卵の中に先ほどの砂糖を溶かした牛乳をそーっと入れて混ぜましょう。牛乳があったかすぎたら少し冷ましてから入れましょうね。に分ける。耐熱容器に取り分けましょう。同じ形じゃなくても大丈夫だけど、背の高さは同じくらいが理想。あとはカクカクした容器だと食べづらいし洗いにくいから避けた方がいいよね。あと本当は茶こしでこしながら注いだ方が滑らかな仕上がりになるんだけど、チャイナタリーポートマンじゃない、だからこのまま大胆にやらせてもらうよね。ナタリー・ポートマンは蒸し器を持ってないじゃない。だから深めのフライパンで適当に蒸しちゃうの。フライパンの中に容器を並べてお水を注ぎましょう。容器の3分の2くらいまでの高さまでお水が入れば OK だよね。フライパンに蓋をして中火くらいで10分火にかけましょう。10分経ったらお湯が冷めるまで放置。粗熱が取れたら冷蔵庫へインしてね。冷やして食べる。ほんのり甘い優しいプリンの出来上がり。カラメルが欲しい人はメイプルシロップをかけても美味しいの。これを気泡にバニラエッセンスを足したり、卵の黄身を多めにしても美味しいからアレンジしてみてね。以上、ナタリー・ポートマンが教える超簡単プリンの作り方でした。最後まで見てくれてありがとう。おすすめの動画はこちら。あー、もうこんな時間。顔の下は裸なの。チャイちゃんプリン作れるんだね、すごいな。あ、全然すごくないよね。いや、すごいよ。カリチーズ好きなんだけどさ、チャイちゃんチーズ作れる？6P チーズでいいのかな。それコンビニじゃん。はーい。